はい本日は最近定期的にお送りしている雑談ショーですこの雑談ショーの回ではトークテーマを1個決めてそれについてまあ1時間以内でしゃべるっていう本当に雑談オンリーのダラダラした回になります早速ですが今日のトークテーマは世のの中から消えたものです時代が進んでインターネットとかスマートフォンとか身の回りのものがいろいろ便利になっていく社会になった 一方で、我々の脳みそから、記憶から薄れていってるなぁ、最近見ないなぁっていう、あれやこれについて、今日は喋っていきます。よろしくお願いします。ちょっと最近ね、実は気づき始めてるんですよ。<laughs> あの、チャコラジね、基本的に、あの、タイトルに EX ってついてるやつは、あの、私が好きな作品とか、これ面白いっていうネタを一個取り上げて、 まあ、暑苦しく語ったり、茶化したり、いろいろしてるんですが、そういう暑苦しいエピソードの合間に、えー、この雑談ショーを挟むと <laughs>、結構皆さん耳の休憩になるっぽくてですね、割と、ライトに聞いていただけてるのじゃないかなっていう、それに気づいちゃったっていうことで <laughs>、はい、今日もめちゃくちゃ軽いテーマで持ってきました。多分、先週までの、えっ、ー、とね、ラジオが順番通りに行ってると、 劇場版ポケットモンスターの話がかなり続いて、で、あの、京アニのね、京都アニメーションのあの、追悼企画で、多分今年は響け、ユーフォニアムの話したんじゃないかなと思います。まあなんか作品が続いて、ちょっと重かったかもしれないので、今日はさらっとできる話。しかもですね、その、まあ比較的ね、チャコラジでは懐かしい系の作品とかを取り上げることが多いので、まあ懐かしいつながりということで、 今日のテーマ。世の中から消えたもの。これで行ってみたいなと思います。んで、ただ懐かしいっていうものだと、なんか何年代に流行ったおもちゃとか、例えばなんか卵っちとかあるじゃないですか <laughs>。いやなんかそういう商品名とか具体的なやつじゃなくて、こう社会的になんかシステムとしてあったもの。でも、それがなんか、 技術の進歩によって、どんどん変わっちゃったね。今全然見ないよね。それっていうやつを取り上げたいなって思うんです。だから、年代的にピンとくるのは、ほんと、荒さとか、えー、場合によっては、アラフォーの方とかも懐かしいんでいただけるんじゃないかなって思います。で逆にさ、めっちゃ若い世代の方、え、それ何っていうものが今日はたくさん登場すると思うので、えー、知らない概念があったら、あのー、概要欄に、 多分、ウィキペディアかなんか記事貼っとくと思うんで、それ見てみてください。へえ、そんなんがあったんか、日本にもっていうのを、ちょっとまあ、タイムスリップ的な感じで、楽しんでいただけるといいかなと思います。<noise> ほんでね、おおこれ、まだあったんかっていうもの、そういうやつを見つけたら、メモ帳にメモってあるので、それをね、今日は4つぐらい厳選したやつ持ってきたんで、ちょっと聞いていただきたいんですけど、あのですね、まず1個目が、 これを発見したから、あ、そのうちこういうシリーズ貯めて、えー、この雑談会やりたいなーって思ったきっかけになったやつなんですけど、えー、っとね、これ本当にわかんない人マジで、なんそれってなると思うんですけど、台本版っていうのがあるんですけど、わかりますかね台本版。知らない人は漢字もわかんないと思うんですけど、代わりの本の板って書きます。 場合によってはね、代書版代わりの、えー、書籍の書で代書版って言ったりもするらしいです。今、ウィキペディアを見てますが。で、これ、まあ、字のごとく、図書や雑誌が本来破壊されるべき位置にない時に現物に代わって置かれる板である。ということで、まあ、ただの板なんですよ。木の板。厚みはね、何センチぐらいかな ?1.5 センチぐらいかなと思います。で、これ日本において、 そうですね。私世代。多分、ギリ私世代の、えー、キッズたち。だから、今、アラーサーの方たちは、使ったことがね、一回はあると思うんです。それはなぜかと言いますと、これ、小学校で、まあ、要は学校でね、使われてたんですよ。図書室の、あの、借りるときに。えっ、ー、と、私、<laughs> と、この、このラジオで何回も定期的に言ってますけど、一応ね、小学校教員だった。 ですけど、えー、数年前までで私がもう教員になった頃には小学校の図書室で本を借りるってなるともう一人一人にねバーコードの印刷された図書カードっていうものが配られていましてそれを図書室でピッてやるとその人の個人情報が全部出るんですよ。何年何年組誰,誰さんって出てそれをピッてやった後に本のバーコードを ピッてやると、その本の情報と図書カードの情報が紐付けられて、貸し出しっていう風にできるんですね。だから、もう図書室にパソコンがあるわけですよ。そういうシステムがもう整ってるんですけど、そうなる前の日本では、その、一人一人のあれを管理する、ビッグデータ的に管理するシステムなんかなかったので、本当にアナログ的に、現物をその本があった場所に置いて、 その棚を見ると、あ、今、誰々さん、この、この場所にあった本を借りてるんだ、ってことが分かるようになっていたっていうシステムなんですね。で、これ詳しくはね、ウィキペディアに、その台本版の、なんか、形とか、その見た目みたいなものとか、どういうふうに、え、貸し借りするっていうシステムが書いてあるんで、ぜひ見てみてほしいんですけど。で、板自体はね、これよく覚えてるわ。あのー、私の学校の場合ですけど、 一年生、入学して一年生の一学期。ああ、入学式の時はさすがに荷物が多かったからもらわなかったと思うんですけど、多分最初の国語の授業かなんかで配られたんじゃないかなって思うんです。で、私の時は木だったけど、私一回転校してるんですけど、転校先では軽く、軽い台本版。もともとは木だったけど、プラスチックになってましたね。 で、それの背拍子、本で言うと背拍子に当たる細い部分に、えー、何年何組誰々っていう風なシールを貼るんですよ。とか、えっ、ー、と、転校前の本当に木の板だった学校の時は手書きで、あの、名前ペンみたいな、油性マジックで書いてましたけど、そうそう。で、なんか学年によってこう背拍子の色が違って、えー、何年生がこの辺の、えー、書棚の本を借りてるなーっていうのが、本棚を見ただけでパッとわかるんですよね。 っていう意味でこうパッと見て人間の目で見てすぐに状況がわかるっていう点では台本版は優れていたと思うんですけどその例えば図書室にいなくて今職員室にいて、えー、何年何組の誰々さんが、えー、何の本を借りているのかっていうのがパソコン上で一瞬でわかるとかね例えば4年生2組の児童 30人いたら、その30人が借りてる本が全部一覧してわかる。みたいな、データで管理した方が便利っていう点では、今の図書カードシステムの方がすぐ優れてるっていう感じでして。で、まあ、多分個人情報管理的な面でも、この大本番システムは薄れていったんじゃないかなって思うんですね。あと本がたくさんあったりすると、 本がたくさんっていうかね、あの、2冊以上の同時価値貸し出しができないんですね、台本版になると。だって、えっ、ー、と、借りようと思った本のところに台本版を差し込んでいくので、<laughs> 例えば、えー、10冊借りたかったら10個台本版ないといけないのでね <laughs>。いや、その管理めっちゃ大変じゃん。借りないとき台本版どこに置いとくんだよって話で。えっ、ー、と、私がチビのとき、小学校の時の記憶では、 借りてない時の台本版置き場っていうのが教室の片隅にあったので、だから一人一個しか台本版は持てなかったので、そうだな、よく考えたらちっちゃい時って一冊ずつしか本借りられなかったんだな。なんかそう思うと今の子供はいいですね。今別に、まあ、学年とか学校によるでしょうけど、一冊だけじゃないと思いますよ。何冊か借りられると思うので。いやだからこういう話すると、その、 私が生きたちょうど、今30、ん今,今31歳かななんですけど、えー、この30年の間に、我々のこの人類としての認識が随分移り変わったんだなっていうのの象徴として、一個挙げられるんじゃないかって思うんですけど、で、もう一個、その観点で、プライバシー保護の観点で圧倒的に消えたね。でも、大昔は、これ本当に普通にあったよねっていうので <laughs>、 え、一個、その学校関連でね、しかも、あるのが、連絡網のシステムです。連絡網ってマジでピンとこないですよね。その、令和っ子たちには特に。連絡網、まあ、でも言葉としては、あれかな、残ったりはしてるかな連絡に、あの、網は、網っていう感じですね。で、まさに、網の目のごとく。要は、ま、今は全部その、データで管理できますけど、そうじゃない時代は、 あれ面白いよなあのなんかネズミ講みたいなさ <laughs> トップダウン方式で例えば学校で台風があって今日学校休校ですっていうお知らせがあるじゃないですか今だったらアプリで一斉送信とかできると思うんですけどその何スマホもない携帯も普及してないっていうか家庭との連絡が固定電話だけだった時代どうやっていたかっていうと一軒一軒電話してたんですよね ただ、えー、学校の担任の先生が30人に連絡してたらそれは時間のロスだし大変だからなんかバケツリレーみたいな感じでこうリレーするそのためのリレー順みたいなのが書かれていたのが連絡網っていう、まあ、紙がね紙とかなんかリストがあったんですよ。それのことなんですけどあれ面白いよね。<laughs> あのー、だってさ、リストの一番最後の人って、伝言ゲームの一番最後の人っていうことじゃないですか。だから、下手したらですよ。前の人がサボったら、その人に連絡行かないかもしれないじゃないですか。そういうリスクもありつつ、なんか、伝える人の良心にかかっているみたいな。<laughs> あれ、信頼関係の上に成り立ってたシステムだよなって思うんですけど。で、だから、例えば最初は、担任から、 え、どういうシステムだったっけ一番上って。まあ、その、例えば PTA、そのクラスの PTA の人の家が一番最初にかかるとして、とか、クラスの代表でなんか、例えば何人か、4人か5人かに、まず分岐するんですね。担任がかけるのは最初の5人くらいなわけですよ。で、その5人がそれぞれ次の人、例えば出席番号順で次の人、みたいな感じで、えー、誰にかけるかっていうのが決まってるんですよ。 その人はじゃあまた次の人っていう風でその連絡網の一番お尻、最後の人のところまでそのリストが続いているっていう感じだったので。つまり各家々にそのクラスだったらクラスの全員の親かな。親の名前とか子供の名前とかと電話番号が全部セットでこう配布されてたわけですよね <laughs>。やばいですよね <laughs>。 いやーなんかもう恐ろしい。たまーにさ、あのー、なんだろう、学校でそういうシステムを見たことがない人でも、おじいちゃんとかおばあちゃんの家に行ったら、なんかそのじいちゃんばあちゃんのご近所さんの電話番号が、なんか黒電話のそばにこうかけてあるとか、メモ帳として置いてあるみたいなのをもしかしたら見たことがある人もいるかもしれません。まあそういうようなもんで、 電話番号ってものは基本電話のそばに置いといて <laughs>、それ見ながらかけるっていうシステムだったのでね。昔携帯がない時代とか。固定電話が主流の時代ってそういう感覚だったので、連絡網があって当たり前でしょう。だって電話番号のリスト見なきゃ電話かけられないんだもんっていう発想だったんですよね。恐ろしいよね。<laughs> いや、だから、どうなんでしょうね。 私はもう割とさ、学生時代のうちに、その連絡網とか、台本版のシステムがなくなるような、ちょうど過渡期の時代を生きた人間なので、うんと、そういうのがなくなっても、その古いシステムがなくなっても、今の方が便利だってちゃんと受け入れられる世代ですけど、そうじゃない人、もうちょっと上の年代で、いや連絡網の時代が良かったよねとか、台本版の時代が良かったよなー っていうのに、こう、凝り固まらなくてよかったな <laughs>、というか <laughs>。あれを盲信してる世代もたまにいる。まあ、世代でくくるとよくないな。盲信してる人もいるじゃないですか。っていうのを見ると、ちょっとなんか切なくなるんですよね。そこに愛着を持ち続けるっていうことはさ、まあ、冷たいかもしれないですけど、そこからなんか取り残されることになるでしょうっていうのを思うと、 なんかね、テクノロジーとか技術の進歩をどうやって受容していくのかって人類の課題だなーっていうのは日々思ってますね。で、もう一個。あのね、その文明が進歩するに従って見なくなったもの。切符を切る駅員さんっていうのが世の中から消えたのではないかなと思います。まだギリギリ切符はあるもんね。どんなに あの、IC 系の交通カード、イコカとかね、パスモとか、スイカとか、あれが発展しても、券売機にはまだ一応切符ありますもんね。で、昔はね、あの、改札、今改札にある位置に人間が立つスペースがあったんですよね。で、そのなんか箱みたいなスペースの中に駅員さんが突っ立ってて、今の自動改札みたいにその切符を 駅員さんに手渡しして、で、駅員さんはなんかあのホッチキスみたいなやつでね、切符の一部をパチって切り取る穴あけパンチみたいなやつで、えー、切り取ったり、あのハンコを押したりして、改札しましたよ、切符見ましたよっていうサインをするんですけど、っていうのをやってるあれがありましたよね。これはかなり世代のギャップが出る、もしくは地域差が出るんじゃないかなって思うんですけど、 東京に生まれ落ちた、東京都心に生まれ落ちた、今、10代の方とかは絶対ピンとこない話だと思うんですけど。いやー、あれもなんか、いたよね <laughs>、っていうのは。たまに思い出すんですけど、あれなんか、すごいですよね。あれ人が全部やってたの怖くねーと思って。当然、長蛇の列になるし。まあ、その代わりあれか、何列かあったか。今、改札さ、あのーな、なんていうの 一個の場所に、まあ、東京とか大阪とかだったら別ですけど、その何十個も改札あるから別ですけど、その、ちょっとした駅とかだったらさ、まあ、4個か5個ぐらい改札がごそっとあると思うんですけど、ま、あんな感じで4、5人立ってたんですよね、人間が。<laughs> で、切符パチパチ押してたなって思うと懐かしいね。ちっちゃい時はさ、あの、駅員さんに切符を渡すのがめっちゃ怖くて、ドキドキして。 怒られないかなとかん、別に怒られることしてないんだけど、なんか怒られないかなとか、切符切ってもらえるかなとか思って、で、親がさ、はい、いいか、渡してとか言って、はいってやったら、ありがとうとか言われてね。いや、なんか、すごい時代だったなって思いますけど。でも今、あれか、無人改札になっちゃってるか、さすがに人が本当に切るやつって少ないですもんね。うん、まだ、切符を切ってくれる人が立っている。本当に、 人がちゃんといますよっていう状態で、あの、存続している駅があるんだとしたら、ちょっと行ってみたいですけどね、記念に。<laughs> もしご存知のね、リスナーさんいたら教えてください。っていうことは、人が立ってるっていうので言うとさ、あれもありましたよね。あ、たまに今もあるか、あの、機械が壊れたりすると。あの、高速の入り口の料金所のところさ、全部昔は人だったんですよね。 え、ETC カードがさ、現れたのってちょっと待って、何年ぐらいちょ、ちょっと待ってね、ウィキペディア見ますね。載ってるだろう。うウィキペディア面白いっすね。普及率、利用率が出てますね。えーとね、最初うわ、あ、2002年で利用率2%ですって。それが、えっ、ー、とね、2002年から4年後 ?2006 年で58.5%で半分を超えて、えー、今現在がね、 2022年時点で93.9%っていう風なので、まあ20年かけてほぼテレビみたいに普及したねっていう感じなんですね。そうか。半分超えるのに4年ぐらいかかってるのか。だから、その、んか少なくとも2002年とかまでは人がね、<laughs> 人がやってたって恐ろしいですけど、だからいちいちさ、本当に手渡せて、 あのお金を渡せるぐらい完全停止してるわけですよ。だからもう大渋滞ね。<laughs> 大渋滞やってましたね。で、あそこでさ、お金を手渡しするわけだから小銭用意してないとめっちゃ時間かかるし、間違って道路に落とそうもんなら、い、一旦さ、シートベルト外して扉開けて、お金取ってみたいなことをやったりね、しかねない。それくらいアナログなことをやってたっていうのは恐ろしいですけど、 だからイメージとしては、あのさ、ちょっと言い方悪いけど、少し田舎の方にある遊園地とかテーマパークの駐車場エリアに入るときに人がさ、駐車料金何円ですとか言って1000円取りに来たりするじゃないですか。ああいうイメージで、あの、人が立って金銭のやり取りをしてたっていう風ですよね。本当に見なくなりましたね。はい、今ね、3つ言っていきましたね。台本版。 え、連絡網で、切符を切る駅員さん <laughs>。はい。えー、板と網と駅員さんと来て、最後は、これはね、あのね、感動したの。この間ね、そのシステムをやっている施設を発見して大興奮したんですけど、四つ目、世の中から消えたものは、カーシアターです。で、これちょっと、なんか、 夢みたいなお話するんですけど、あの、まず結論として、このカーシアター、ドライブインシアターとか言ったりするんですけど、まあちょっと短くカーシアターで言わせてください。カーシアターっていうシステム自体はもう存在するシステムなんです。まあ簡単に言うと、めっちゃバカみたいに広い駐車場の、あのなんか奥の方にね、巨大なスクリーンがあって、で、そこに車に乗ったまま、 そのスクリーンに映ってる映画が見れるっていうシステム。こういう仕組みがね、あるんですよ。ただ、ええー、とね、まあ、これウィキペディアまた見ていただきたいんですけど、あのね、昔は死ぬほどあったイメージなんです。昔っていうのはもう私が少なくとも子供の時には、あの、映画館に行くか、カーシアターで見るか、車で見るかっていうのの2択選ぶくらいには、 割と普及してたんですけど、ええー、と、物心ついたらね、あれ、いつの間にかあのシステムなくねっていうふうで、もうね、記憶から完全に私の場合はね、抹殺されてたんです。だから、ええー、とね、つい最近、大人になって、なるまで、なんか昔、デパートとか、あの、イオンとかいうイメージなんですけど、イオンとか、まあ昔はジャスコか、とかあの、屋上で、親と映画を見た記憶がある。 ま、具体的に言うとね、トイストーリーを見た覚えがあるなーって思ってたんだけど、いや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 、屋外で車で映画なんか見るわけないじゃんって思って、私ね、本当に、大人になるくらいまで、あれは夢だったんじゃないかなって思ってたんですよ。存在しない記憶を、ちっちゃい時のあれでもう、親とドライブに行った記憶と、その映画館で映画を見た記憶がごちゃごちゃになって、カオスな夢物語を、 作り出しちゃったんだなそれをたまに思い出すんだなって、マジで思ってたんですけど、違ったんですね。<laughs> あったんですよ。えーとね、今 Wikipedia 見ますと、んとね、1990年頃にピークを迎えるっていう風で書いてありました。で、最初一番最初に出たのってね、めっちゃ昔だわ。やばくない ?1962 年、昭和37年ですって。えー、東京の 多摩郡砂川町、現立川市に、えー、日本初のドライブインシアター、ウェイスタンドライブインシアターが開業っていう風に書いてありますね。だから私が小学校低学年ぐらいの時にはもう廃れ始めていたっていうことなんですね。で、廃れた原因としてあるのが、まあシネマコンプレックスの普及、つまりイオンとかのなんか中でね、複合施設みたいに 映画館がもう立つようになってしまったっていうことと、えー、夕方以降しか上映できないという物理的な制限。これはつまり、まあ、夜しかやってないんですよ、このカーシアターって、ね。当たり前ですよね、あの <laughs>、映画真っ暗じゃないと上映できないんで、昼間は活用できない。で、さらに、気象条件に左右される点。晴れてなきゃ無理ですもんね。雨の日はできない。あと、あ、これはありますね。 アイドリングストップの推進などから衰退していった。ああ、これはあるでしょうね。だから昔はさ、例えば真夏に、真夏とか真冬にカーシアター見ようと思ったら、ずっとエンジンつけっぱで、その、エアコンとかね、つけて見てたわけですよ。すごい環境に悪いな、そうやって考えると。<laughs> やばいな。はいはいはい。だから、まあ、快適に車の中で、そのカーシアター 巨大なスクリーン見ようと思うとちょっと難しくなったし採算も取れなくなっていったってことなんですね。で、私がさっき言ったように、その大人になったら全く見なくなったっていう記憶はあってて、えっ、ー、と書いてありますね。2007年11月以降が神奈川県に1箇所あるだけだったらしくって、でそこが2010年 に、もう営業終了してから、国内のドライブインシアワッターは、一旦すべて閉鎖となったって書いてあります。だから、10年、13年くらい前に、もう消滅したんですよね、一回。で、ただ、私がなんで最近になって、うわ、懐かしいってなったかっていうと、コロナで需要が出てきたんですって。えー、っと、山梨とか、旭川市、北海道のね、旭川とか、熊本、千葉、 岐阜とかでもね、やってるっぽいですね。まあ、全国でポツポツと、その、だだっ広い駐車場とか、なんかここ、土地としてはあるけど、経済的に何か価値を生み出せないかな、っていうことで有効利用するものの手段の一つとして、カーシアターっていうのは利用されてるみたいですね。まあ、車単位だったら、その、消毒だ、なんだってのは、各自でやりやすいですし、感染リスク低いっていうことでしょうね。いやー、そう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 。 だから私さ、かなり、チビん時に、え、え、まあ、ポケモンとかもそうだったかもしれないですけど、トイストーリーはめっちゃ覚えてて。<laughs> 見ましたもん。車の中で、ポップコーンとかさ、持ち込んでね。それ、なんか、どっかで買ってきて、もう車の中ですから、ジュース飲もうがさ、何しようが。で、喋ってもいい、と、当然いいわけですし、寝ててもいいし。だから、トイストーリーに興味ない父親とかはもう、車で爆睡してましたけど、確か。 みたいな風でさ、映画って言ったらなんかシーンとして、こうちょっとマナーにも気をつけながら見るっていう感じなんだけど、それとは全然違う、ちょっと和気あいあいとした感じで、非日常ですよね。車の中で巨大画面で映画見るっていう。いやーなんかそれがさ、ちっちゃい頃の妄想じゃなくて、現実に本当にあったんだってのを、本当つい最近ですね、この5年以内くらいに思い出して、本当にもう忘却してたんですけど、 っていうのがあって、感動したんですけど、いやーなんか、改めて面白いシステムだなーと思って。で、このね、えー、カーシアター自体は、あのー、海外、アメリカでしょうね、どうせ。広いショッピングモールとかの駐車場とかを使って、あ、書いてあるね。1933年、古っ。え、100年ぐらい前じゃん。に、アメリカのニュージャージー州で最初に開業したって書いてありますね。へー。だってなんかさ、 超だだっぴい空間で映画投影しちゃおうなんて思いつくっていう発想がもうアメリカっぽいですもんね <laughs>。いやだって日本みたいなさ、この狭っ苦しい土地ではなかなか思いつかない発想だと思うんですけど。で、しかもそれをさ、あの、商業施設の屋上でやるっていうのがまた日本っぽい発展の仕方ですよね。アメリカだったらさ、もう敷地がいくらでもあるから、そこら、そこらのなんかだだっい土地に、 スクリーン、ボーンって立てたら、車は集まったらいいだけですけど、日本ではそうはいかない。土地がないから、じゃあどこでやろうか。このアメリカ様のシステムを。ってなったら、屋上いいじゃんっていう風になったんでしょ。<laughs> いやーなんか日本っぽくていいなーと思って、このなんかドライブインシアターカーシアターっていう、 このアメリカ様の新しい文化を日本に輸入してどういう形で普及させようかっていう発展の仕方、ガラパゴス的な発展の仕方も私は好きなんですよね。<laughs> いやーなんかこう面白いですよ。日本独自のなんか発展の仕方がね。狭い日本ならではの普及の仕方ってね、ありますけど。まあでもそんな感じですね。私はたまたまさ、カーシアターの存在、 思い出せたので、そのちっちゃい時の妄想じゃなかったんだっていう風で蘇ったんですけど、今思い出してないだけで結構あるのかもしれないですね。そのなんか世の中から消えちゃったもの。多分リスナーさんもなんか普段そこまで意識しないけど、あ、なんかよく考えたら大昔あれやってたわとか、このシステムにとって変わったけど、あれあったよねとかいうのをお持ちなんじゃないかなと思うので、えっ、ー、と、 世代違いで、私が今日あげたやつ以外で、なんかこういうのあったよねシリーズ、<laughs> もう見ないけどねっていうのがありましたら、なんかちょっとコメントとかツイートとかで教えていただけると幸いです。私がちっちゃい頃に使ってたシステムそのものがもう新しいシステムの代外品だったっていう可能性はありますもんね。あ、今喋ってと思い出したわ。まあ完全に消えてはないけど、今、 世の中からだいぶなくなったよねっていうもので思い出したわ。あの、公衆電話ね。公衆電話は結構使い方わかんない人多いでしょあの、黄緑色とかね。のあれですね。わかるかなま、あ災害の時でもね、使えるから、今でも駅とかにさ、1、2個ぐらいポンポンって置いてあったりしますけど、あれ使えない人多いんじゃないですかお金入れてさ、 くれかじゃねえわ。テレかね。昔テレフォンカードとかいうのもありまして、電話、公衆電話とか専用のカードがあったんですよ。まあ、テレフォンカードは今はないにしても、お金入れて、あと、あれ結構混乱するやつとしてさ、ありますもんね。公衆電話で緊急車両を呼ぶときどうしたらいいか、みたいな。お金いらないんだよね、確か。 どういう順番で押したらお金なしで、あの、かかるか。ちゃんと、110番とか119番かかるか。みたいなのとかもさ、知らない人めっちゃ多いと思うんで。まあ、カーシアターなんかさ、別に知らなくても <laughs>、困りませんけど、日常生活。でもさ、公衆電話の使い方ぐらいさ、知っとかないとさ、何本当に緊急事態で、駅にたまたまいて、家族に連絡取らなきゃいけないって、人がごった返してて、急がなきゃっていう時、パニックになっちゃいますもんね。 みたいな風で。なんか知っとかなきゃいけない、消えつつあるものもあるなとか今思いましたけど。はい。ちょっと他にも何かご存知の方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。なんかさ、予想としてはさ、やっぱ学校系が多いんじゃないかなって思うんですよね。まあ、義務教育制度が日本にはちゃんとあるから、どんな世代でも必ず 通ってる場所ですよね、学校。でも、さっきの台本版とか図書カードみたいに、ちょこちょこシステムは、その時代の技術の革新によって変化していってるので、え、俺の時代これあったけど今もうないのとか、それ電子化してるんだみたいなのって、かなりあると思うので、なんでしょう。例えば、新学校とかだったら、その、もう、あれないんじゃない黒板。 あの、アナログのね、チョークで確保の黒板ないんじゃないですか。全部ホワイトボードっていうのはあり得ると思うので、黒板ももうね、いい加減、まあ、なん、なんていうんか普通の公立小学校とかでは全然まだね、まあ、黒板って寿命が長いので、手入れすれば何十年でも使えるから、そう簡単に取り払えないっていうのもあると思いますし、黒板は黒板の良さがあるからね、ホワイトボードに比べて、まあ、コスパもいいとかそういうのあると思うんで、 消えつつあるけど、そう簡単には消えないかなっていう要素の一つだと思いますけど、他にもいろいろさ、あると思うんだよね。え、これもうないよねみたいな。例えばよ、今思いつくので言うと、あのー、えー、なんつうんだっけ、あれ。拡大鏡手元にあるものをね、拡大するだけ。ほんとね、ルーペみたいな。 虫眼鏡みたいな機能しかない拡大鏡っていうやつが昔はあったんですけど、今はもっとそれのかっこいいバージョンがいっぱい出てますもんね。あの、手元のやつを拡大するだけじゃなくて、プロジェクターにもなるよとか、パソコンとつないで、パソコンの画面のものも映し出せるよ、みたいな風で。という複合的な、えー、機能を持った機器とかも増えてますけど、なんかそういうことで、道具レベル、システムレベル、まあいろいろあると思いますけど、 学校の技術革新はね、取り上げると、探すと面白そうだなっていうのは <laughs>、ちょっと思いました。またこれについてもね、なんか知ってるよっていうの、あったら教えていただきたいなと思います。はい。というわけで、本日、トークテーマ、世の中から消えたもの、というのでお話ししてまいりました。またたまに、こんな感じで、ゆるゆるとね。 どうでもいい雑談をお話ししていきたいと思います。引き続き感想とともにですね、この雑談ショーのトークテーマも募集したいなと思っておりますので、なんかこういう系についてちょっと喋ったらおもろいんじゃねとか、こういう気の抜けた話してくれっていうのあったら、そちらについても、えー、コメント。ツイッターだったら、ハッシュタグつけて、チャコラジってつけてツイートしてください。他にもね、お便り専用フォームとか、 メールアドレス設置してありますので、詳しくは概要欄の下段の方をご覧ください。はい。それでは本日は以上にしたいと思います。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。バイバーイ。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。シャコラジでは引き続き皆さんからのお便りを募集しています。 お便りは、ツイート、メール、お便りフォームで受付中です。詳しくは、チャコラジの概要欄をご覧ください。